はい、こんにちは、高野です。今日はですね、この以前紹介した自作のキッチン棚の下、物が増えてですね、スペースが狭くなってきたので、このゴミ箱上の空間を有効活用するために木製のゴミ箱上ラックを作ることにしました。最近増えたのがこのカリタの電動コーヒーミル NEXT G ですね。かなり使いやすくて静かで、粉も飛び散らないのですごく気に入ってます。ただ空きスペースがなくなってきたので、ゴミ箱の上に板を出して炊飯器を移動させて、このスペースを広げようと思います。See you.
found a promised land. But all the walls of Jericho stand with an angry king in the middle. But instead of drawing her weapon, she played trumpets and fiddle. It's time for these walls to come down. Oh, it's time. はい、最後までご視聴ありがとうございました。初めてダボつなぎをやってみましたが、天板にネジ穴が残らずにガッチリと固定できるのはいいですね。木材をはじめ今回用意したものは全部ブログにまとめてますので、気になる方は概要欄をチェックしてください。この動画がちょっとでも役に立ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。